田島さん。いや、どうも、みっさん。お元気でしょうか。お元気でございます。もう。あ、良かったですね。みっ <laughs> <laughs> さん。はい。今はどちらですか。あ、これはねもう、うこのヘッドホンする時はです。私、ヘッドホンしてるんですけども。はい、あのー、大阪ですね。あ。 そうですか、はい。あの、先週帰って、先週っていうかな、あの、月末というか、あの、先週末に帰ってきて。じゃあ今日は久しぶりの東京と大阪での遠距離おじさんですね、うん。そうです。遠距離おじさんとして、えー、第28回を、はい、始めるところでございます、ね。28回も行きましたか。もう、早いですもう、だってこれ2月1日の配信、配信とていか、なんですよ。はい、あ,あもう1月終わったと。そうなんですよ。1月はもうすべて、あ,<ー>あの、走り、 切ったというところでございますね。濃厚でしたね。なんか、ね、イベントというか、まあ。そうですよ、まあ。いろいろあちこち動いてましたんで、ミス、うん、さんもそうでしょうけどね。いやいや、そうですね。いろいろ、なんかあっという間でしたね、本当にね。なんなら。うん。 会ってましたからね。そうなんですよ。普通にね、あの、本当に、あい、あいま、おじ、お忙しい中、いや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 、もう本当にミスさんのおかげでございました。いやいや、何を言ってございました。今、そのね、台湾、まあ僕らにとっては遠征を、1月13日を切り、まあ10日から15日まで、5泊6日間。そうですね。で、途中ミスさんにもお会いして、その台湾総統選ね。まあこれはもう、前回からずっと言ってるんですけど。はいはい。でその国会というか、 まあ、そのライブをやるために行ったわけですから。もち,もちろんです、もちろんです。はい。うん それがあのー、まあ、この間の日曜日ですね。そうです。1月28日、台湾なんですということで。はい。朝佐ヶ谷ロフトで、無事終わりました、うん。いやー、おめでとう、とうおめでとうございます。あの、私も、あのー、せ越ながら配信で、えー、2回ほど、今日29日なんですけど、ね。あありがたいですね。はい、濃厚な4時間。台湾でご覧いただきましたかいや、あのね、日本で見ました。あ、そうですか、ありがとうございますた。ただちょっと仕事の都合でっ追っかけ再生みたいなんで、1回目はちょっとね。いやいやいや 見逃しが多かったので。いいんですよ。もう追っかけながらでも、ご自分の都合のいい時でね。そ、はい、れが配信のアーカイブのいいところですね。そうですよね。うん、本当に今回で、2回目は今日、あのー、昼時ぐらいから、はい。ちょ,ちょぼ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 見てましたね。はいと。はい。いや、楽しかった、楽しかったっていうか、あれですかいや、でもミスさんの方ね、うん、おかげですよ。あの、ブッキングというか。いやいやいや、あのー、本当に、 あのツイ,ツイッターとか X 見ててもですね、あのリン、うん、さんのことを書いてる方とかもあのいたのでね、いや私も嬉しかったです。皆さんもあのもちろん現場のトークも含めてね。ミツ、ね、さんに、まあはい、ご紹介していただいた、うん、まあ僕らの通訳を務めていただいたリンさん、うん、リン先生ですね。<laughs> リン先生はい、そうなんですよ。何つだって今回の台湾なんですは、うん、リンさんのドキュメントを。 いや、本当にね、ちょっと、大沢ね、あのー、はい。あの、聞いていたんですけど、鹿島さんから。うんもう、リンさんがいかに、うん、チャーミングな方かという。そう,そうです、そうです。これはやっぱりね、 多分この視点ってどこもやってないはずです。ですそうなんですよ。うん。う台湾にいる一人の方に、<laughs> うん、そう。あ,まあ、ある種密着させていただいたわけですよね。そうですよね。で、確かにもちろん、あのー、翻訳というか、ガイドと、はい、ガイドというかね、はい、ツアーガイド的な役目もあるんですけど、はい、まあ本人自体が、あの、ダースさんも言ってましたけど、その、有権者であるいうところがね、しっかり出てるっていうのが、有権者で、うん、まあ、例えば、今回、うん、そう 相当候補を出したのは三つ等があるんですけど、はい、そのうちの一つの、もう推しと言っていいぐらいの、そうですね。もうなんか、キュンキュンしてるんですよね。だからそれが、でも一方で通訳として僕らのお仕事をやってくださるので、当然その、推してはいない等の集会にも行くわけですよ。すよだって僕らが行きたいわけだから。うん、そうなんですね。そうなんですもちろん、ね。そうなると、今まで 僕とダースも後で気づいたんですけど、リンさんからすると、今まで経験のないことだと思うんですよね。そうですよね。しかも、その。わざわざそんな、<の>なんていうか、押、うんうん、してない等の、そうなんですよ。大集会熱狂の中でみんなが周り旗たりた歌歌ってんのに。うん。うん わざわざそんなとこ行く必要ないわけですか。ないです、ないです。しかも結構長丁場というかね、いろんな場所も移動も一緒に行ってっていうところですからね。ね言ってみれば相手方のなんか主張をずっと2時間3時間聞いてるわけですん。俺 <laughs>、僕らはあ珍しい、あ、そっかそっか <laughs> って言うんだけど、それを通訳するこの地獄。<laughs> そうです、そうです。<laughs> リンさんから、ね、そうそう、そうなん実際考えればね、そうなんですよ。うんで、あれ、 まあでもそこは仕事に徹していただいて。もちろん、もちろんです。的確な通訳をしていただいて。で、二日か三日経って、やっとリンさんのしている、ある党ですね。はい、ある塔。配信見ていただければわかるんですけど。ある,はい、ある党の集会が、ちょっと近くでやっていて。はい。で、僕らははしごして、そこに最後、 行く予定だった、その日は。そしたら、まあ、リンさんがもう今度、なんていうかな。浮き足出すというか、早足になっちゃってそうなんです、そうなんです。早く行きたい。はい。わかりますでしょあの感じ。うわかりますよ。やっとわかりました。なんか僕らもフェスとか、まあ野球場でも何でもいいですよ。なんか声援が聞こえてきたり、もう地下鉄を、そうです、そうです。ね。うん。 こう、徐々にね。もう近くだってするともう、早歩きになっちゃいますもんね。ね、その感じですよね。あの感じですよ。うん,うん、そうなんですでもそれを撮れたというので。そうです、そうです、本当に。であの、一緒に行動できたというので。うん、いや、本当に。 そのドキュメントですよ。いや、あの、僕もね、は、早歩きになるっていう、噂は聞いてたので、噂噂は聞いてたんで、楽しみはしてたんですよ。で、早かったでしょ。早かったです。もう思った以上に早かったです。うん。ただ、こうね、いいですよね。台北市でほら、終盤戦ってね、はい、はい。あの、おきな塔が、市の中心街で、うん。ちょっと目先、 目先ほどの距離なんですよね。そうなんですよね。近いんですよね。なんかね、場所がね。ただ歩くとなると微妙な移動距離で。そうなんです。あの、実際地下鉄だと三駅ぐらいあると思う。そうでしょうん、そうなんです。それ、歩きで行きましたからね。ね、あ、そうです。いや、それはも道路も封鎖されてるから、タクシーは意外と捕まんねえんじゃねえかっていうので。あ、そっかそっかそっか。早歩きででも二十分ですよ。あ、そうですか。早歩きで二十分。そうそう。あの、しかも、ものすごく、というかほとんど小走りというかもう、 半分走ってましたよね、うもうね。うん。もうなんか人は自分の好きなものというかお <laughs>、うん、押すものというか、もうワクワクする現場になると、もう、はい、ね、大人でも早歩きしてしまう。小走りしてしまう,そう,そう。いや、そうなんですよ。えー、そう。うん、だから実際私もあの、今回映像で、あの、えー、イベントっていうんですかね、えー、あの、 もうまさにフェスを見させてもらって、はい。こここまですごいのかと思って、や感動しましたね。多分、会場の皆さんも多分、あの、大音量で聞いてたら、あれはもっと感動しただろうな、とか思いながら。あの、朝顔ロフトも旗振ってた人いました。あ、そうですか。旗振りながら見た方が気持ちいいんですよ、なんか。あ、なるほど、なるほど。こう、こうするみたいなね、コールレスポンスがあった。いやだから。ミッのあの、小橋を見た時僕はね、もう15年ぐらい前に、もう必ず飲み会でミスさんと、 たまにたはい、はい、あうん。 あの、小橋健太っていうダジャレを思い出しましたね。懐かしいですね。ダメなダジャレを。ダメ、いや、ダメじゃないんですけどね。小橋健太っていう。ありました、ありました。ありました。あの、下北沢ですよね、確かね。例の。そうですね。ありました、ありました。懐かしい。懐かしい。あの、誰かのズボンがずり落ちてると、あの、ずり屋にしちゃうとか言ってましたけどね。何なんだろう、あの、レベルの酔っ払うとか。いやいや、もう大切ですよ。うん。 そう。あの、まあ、なんですだから、親父役じゃないですん15年前からやってますから。あの、ダジャレでもないですからダジャレでもないです。ただ、酔っ払いのギャグです。そうそうそう。ギャグでもない。酔っ払いがただ思いつくことを垂れ流すって。そうそうそう。口から出ちゃうんですそうです、そうです。15年前は僕もまだ30代ですから。いや、そうです、そうです。あの、おっさんが酔っ払い、まあ、おっさんですけどね、まあまあまあ、入り口ぐらいですかね。まあね、そうです。あの、もうただただ、 酔っいが思いたことを垂れ流す。や、嬉しいですね。あれ楽しい。いや、そう2回またやりたいですね。やりたいですね、本当にね。あの、もう一回ね、もう一回こう、あのメンバーで集まってみたらね、やってみたいです。やなかなかやっぱり。なかなか全員は集まらないじゃないですか、変な話。ちょっとちょっとは僕も、皆さんとお会いしてみようかな。あ、後ろ北沢の忘年会でしたっけそうこそコアチョコ入ってたそうです。まだ僕もコアチョコ入る前ぐらい。前ですよね。もう、カシさんとも多分知り合って、直後から。 そうなんですよ。いろいろ、そうそう。いろんなライターの方とか、編集の方とかね。な、なんなんだろうあの、裏六本木ヒルズみたいな。そうそう、いろんな、あの、バンドマンの方とか、いろいろ。六ルズ、コンセプトは六本木ヒルズの初めて、どうも初めてございま、みたいな。うん、最後同じだけど、全然違う、下北沢の居酒屋ですから。もう、もう、異業種が、異業種ですかね。いろんなジャンルの人が集まって。でも、おかげさまで僕はあれで、いろんな人、 外も出会えたしね、ね、そうですよね、なんだかんだで、ね。いや、言いたいですよ。うん、うん、そうなんです、そうなんです。まあ僕だからだったら、もう紹介してもらう。 とかね。小島さんもそうだと、ほとんど知らない人ばっかりでしたから言っても。で、さんとか人つなげるのが、なんか好きだし。そうですね。天職みたいな感じじゃないですか。うんうん。そうなんです。それは好きです。大好きですね。そうそうそう。ああいう飲み会も面白かったし、あと、なんか暇さえあれば桜水さん行ってましたよね、なんかそうですね。なんかあの、最近もあの、X で桜水さんが少なくなってて悲しいみたいなこと書いてます。うん。もう行ってねえだろうと思いながらね、見てしなんだっけな、あの、 もう言ってねえ。ってない。って。もっとうまいもん食ってるだろうってさ、桜水産にあの、僕、正直、あの、会計もやってますから、仕事の。あの、言っちゃ悪いんですけど、フレさんが、何食べてるか、何食べてるか、も言っちゃダメですよ、こういうことをね。だけど、実際はやっぱ処理が、処理、全部は知りませんけど。もう、ミキさんがもう全部チェック。そうチェックはしてませんけど、あ、わかるわけですね。桜水産で売った覚えがないので。そう。あの、もう安いもん食ってるふりするなと。いや、そんなことはない。そんなことはない。いや、言ってましたよ。あの、桜水 あれ、よかったですね。よかったですね。あの、ま、ああの、安かったんです何なんですかあの、元祖台湾みたいな、あの、紙にチェックしてオーダーする。あ、そうですね、本当ですね。うん、あります、あります。やってました、やってました。あの、ソーセージじゃなくて、うん、うん。ね。あの、魚肉ソーセージ。魚肉うん、やりましたね、なんかね。やべえな。 そう、醤油と。ほら。<laughs> あれ、九段下でしたっけあのえ、九段下もあります、ね。二はいはい、行きました行きました。T シャツのイベント終わりでね。うん、いや行きました。結構遠いんですけど歩いてね、うんいい。そうそうそう。行きましたうん、懐かしい懐かしい。そうですよ。いや、そうなんです。さんといえば、うん、あれ結構 お昼とかもやってません今はよくわかんないですけど。えっと、一応ね、大阪にもねかく、行ったことはないですけど、一店舗だけ確認できてて、えー、あの、無料で生卵とか、ああいうのなくなっちゃったかと思うんですけど、一応ランチはやってるんじゃないかなと思いました、ね。ランチ、ランチすごかったですけどね。なんかご飯と味噌汁と、生卵が無料。そうです、そうです。で、500円ぐらいですよね、なんかね。そう,そうです、そうです、そうです。うん、だから俺一回ね、もう、これはもう15年以上、下手した20年ぐらいなのはな、うんうんうん まだチャンスお城と同じ事務所だった時、うん。そうですよね。そうですよね。あいつが居酒屋でバイトしていて。はいはいはい。で、居酒屋の寮にあいつ住んでたんですよ。あ、そうですそんな時代があるんですね。あったんです、あったんです、うん、結構。うん,うんうんうん。大城はお城で同期のやつとかと住み込みでバイトしていて。うんはい、はい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 。うん なんか逃亡犯みたいな生活していてね。<laughs> あの、換気扇みたいな顔して、ね、そうですよね。<laughs> で、なんかじゃないけど、<laughs> 俺飲み行って、で、なんかじゃないけど、帰ればいいのに、大城の小北の部屋に泊まったことあるで。えぇはいはい。たい昼まで寝るじゃないですか。はいはい。まあまあ、ね、その。今日は豪華なランチご紹介します。お気に入りのランチなんです。<laughs> ついてきてください。 ついてきたやつだたら、桜水産なんですよね、もう。あの、桜水産という看板がどんどん近くなって、まさかお前、まさかお前、ここで美味しかったですよ、あの。いや、美味しかったですよ。ね。うん、そうなんですよ。あい懐かしいですね。そうですね。あんまりない、ないですよね、ああいう、ああいうのってね。うん、みんなで、あの、こぞっていくとかもないですよ。いや、僕ら若手、まあ当時若手というか、まあ貧乏芸人からすれば、もうもうたまんないランチですよ。 いや、そらそうですよ。うん、うん。実際、いいね、本当にね、美味しかった記憶ある僕も1回か2回ぐらいしか食べたことないですけど、うん、一緒、うん、なかなか飛び込みで一人で入るとかなかったもんですから。あったなたなんか、あと、ミス、うん、さん当時ね、見つけの居酒屋みたいなのってありました 俺、この間なんか、許可局で、ふっと何か立つおかなんか言ったが、居酒屋一休ってあったじゃないですか。ああ、ありましたね。あの、一休さんの一休で、一休み。そうですね。もう、そう、自由、もうないと思いますが十自由が丘とか、あと、どこだろう、うんな。何店舗かありましたよね。あれ言われてみれば確かに行ってたですよね。うん。ん俺らぐらいの、うん、もう90年代末から、のそ,うそうです、そうで、ん、す。ね、お金のない若手芸人は、あれ昔あれですよ。 小間劇場、新宿小間劇場。小間<あ>、まあ、劇場自体何っけそうだ。そうです。小間劇のこっち、<laughs> こっち側って人で近なんかああ。ありました、ありました。ありました。上のとかろがあってのな。のかななんかいろいろあった、うん、ありました、ね。いろいろありましたね。だから、あのー、養老の滝とか、はい、あのー、ワとか。はい あの、ウォタミとか。はいはい。あれよりはやっぱりこう、ランクが落ちる。安いんすよ。そうなんですよ。ランク落ちるって失礼な言い方ですけど、ちょっと、リーズナブルなんですね。リーズナブルに。そうなんあの、だから若い、それこそ学生とかも、うん。に入れるようなコンセプトで、本当ありがたいんですよ。いや、そうなんですよ。だからまだ金の蔵とか、はい。のまだ、まだちょっと勃効し始めてる、ちょっと前の世代の、うん、ちょっと。金の蔵はまだ、もう、僕らからすると、うん。新手の、もう若手ですよね、なんかね。そうそう、もうファミレス的、 たえー、ニューカマーです。ですニューカマーです。あの、本当 <laughs> と、そう、だから、まだ、まだ、その、なんていうんですかね、居酒屋派、チェーン業界がまだまだ、あの、 なんていうか、もやもやしてた時代かなといろいろありました。一級とか。うん、ありました。一級行ったな行きました、行きました。で、小営寺も確かあったんですよ。ありましたか。で、必ずね、あの、えも竹菜になるとね、店人、店全体が、ビンゴ大会が始まるんですよ、なんかね。あ、そうですか。そんなのも。えあ、それはもう、何曜日は何とかとか、そういうやつです何なんだ、時間なのかな。 うん、かもしれません、ね。で、もか、必ず入店時にビンゴカードみたいに配られて。はい,はいはいはい。どのテーブルが何盛り上がってても、ビンゴ大会始まるんですよ。<laughs> <laughs> もう全部遮断されるっていう。<laughs> いや、<laughs> 今だと、今もな,な、なさそうですよ、そういうのね。もうね。一、ね、級もどうかも。のな,なんですよ、姿上げみたいな。はい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 。 うん、ああいうのよく食べてたな。そうですよね。うん、あのー、ここは鳥軟骨とか、なんか、なんかそういう、はい、なんか安メニューがありましたよね。あま,まあ、例えば、あの、これはチェンジャーですが、あの、アルプスっていう。アルプス、あった。ありますもう、ないですよね、多分も。あそこも安くて、でも、すごく広くてね。 たまに行ってましたよね、うん、みんなで、ね。そうです。巻田さんとか、鹿島さんとこも行った記憶ありますよね。たたたうん。達夫さんも行ったかなんかあの、歌舞伎町のほら、あのー、うん、また小間きで例えるけど、そうです裏裏。 あそうです。裏はちょっと、ちょっとぐらいですね。行きましたよ、と。ああいうとこでもやっぱこう、わさび巻きでしたっけとかね。あったあった鹿島さんがこう、涙を流してる、なんか写真を撮った記憶ありますね。涙って言うんですけど、こう、う、う、あの、そのね。ああいうの懐かしいですね。懐かしいですね。そういう、そういう時代になった、もう本当リーズナブルな居酒屋、もう、ね、うん。田んぼとかしたいですよね。いや、そうです。あの、別に中に入らなくてもね、見るだけでも、なんか感慨深い。 うんいやそうですそうですだからもうそこで本当にこの小走りがここにここに繋がってるわけですよパッキンがいるんでねもうね深夜2時ぐらいになるともうたもがちだからねうんうんそうですそうですそうです懐かしいうんやってましたやってましたいいな居酒屋ななかなか別にこういう話すると今なんかあたかも高いとこ飲んでるみたいなそういうことじゃなくてそかりますも飲む機会がもうあんまりないからそうなんですようん確かにそうなんですよ 本当に。なかなかないですよね。で、みんな、それこそ、これ、僕だけでもそうだし、みんなで何人かで、こう、集って、なんか、飲み行くみたいな、そういう機会も、少ないですから。少ないですかコロナの数年経て、こうなったのかよくわかんないですけど。はい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 。ないですからね。ないですね。うん。私も、正直なところ、その、職場の、その、大阪、コアチョコ大阪店の人たちと飲むことは、 多い、多いっていうか、まあ、はいコ、コロナがちょっと収まって、はい、収まりつつあって、こう、増えたは増えたんですけど、はい、じゃあ、なんか、こぞって、なんか、こう、やろうれんで、どっかでこう、行こうよとかは、ね、ほとんどなくなりましたね。これ誘われたら行くんですけど。何な,なんですかね。何なんでしょうね、これね、まあ。ちょっとみんな落ち着いちゃったのかなうん。みんな20代、30代とは違うから。 そうそう。だから何でもなく集まるみたいなのがやっぱ少なくなりました。日中なんかこう、うね、ま、新年会だとか。 あの、誰々の仕切りの会だとか、なんかそういう一応名目がないと。集まるべくして集まるう。んうんうん。それはありましたね、なんかね。それはね、今でもあるんだけど、だからあるんですよ。ですよ。だから、うん、もう牧田さん、達夫と、もう飲んで喋るなんて、うん、もうそれこそ1年に何回かのイベントの後しかないですから。そうです。あと許可飲みぐらいじゃないですか許可飲みもそんなに。だってしょっちゅうやってるわけじゃないですからね。ないですもんね。あれもオンラインですしね、飲み会といっても。だからイベントが楽しみなのはそういう理由もあるわけですよね。 実際にね、生で、そうそうそう。だから、ね、増えたらいいんですけど、なかなかこう、 温度取るのもっていうところもありますよね。難しさは。まあ、そうは人のなみ、なかなか日程も、牧田さんの日程もいろいろ入ってたら取れないだろうしそう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 なんですよね。だから、市場もあるんで、まあ、それはめでたいことなんだけど。たまにはだけど、あってもいいかもしれませんね。たまのたまには、その、なんか会議とかじゃなくてね。あの頃夜中2時とかでも集まりましたからね。そうです。集まろうと思えば、そうです。そうですよね。 一時とか十時でも全然平気だったりですもんね。そうそう。うちのお家私私、ほら、あの、許可曲のほら、曲を、はい、今も使っていただいてます、あの、テーマソングみたいなのあるじゃないですか。はい、あ,あれも、あれも、なんだかんだで何回もうちに集まってもらったりとあのー、当時ね。 西新宿の西新宿。う,うん、うん、そうそうそう,そう,そう。また、ミス、集まりやすいところに住んでんの <laughs>、うん。まあ、うん、あの、家用とかど、どっちかとかオフィスみたいなやつを借りて、借りてましたから、私だから初めて、<う>初めてっていうか、はい、まあ、東京ポット許可局で、うん、あの、あれ、どれぐらいかな ?2 年ぐらいで、2010年とか9年に、うんはい、はいはいはい。初的化したじゃないですか。しましたしました。し 全部書き起こして、僕らが全部改めてチェックして、はい、ライターさんにもちゃんと入ってもらって。はい、はい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 。で、そのなんか合宿みたいなミッサン時でしましたもんね。やりましたね。あれすごく懐かしい。うん。あ、そうだ。それも1回じゃなくてなんか2回。そうですよ。朝までじゃないけど合宿。合宿だから朝までで、うんうん、で、合宿だとみんなちょっとテンション上がってるから。うんうんうん。 あの、もう夜11ぐらいからちょっと、夜食食べ行こうつって、最適でしちゃうんですよね、なんか。近くの。うはいはいはい。行ったかもしれませんね。そう。で、結局、まあ朝方までうだうだ、エンジンかかってるみたいな。はい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 。ああ、やりましたありましたよ。ありましたよ。ありね。うん。一めてやりましたそうそうです。そう、あの感じで集まってましたもんね、なんかね。うん。ちょっと懐かしいですね。そうですね。うん。確かに、ちょっとこれは、 なかなか難しいのかもしれません。皆さんもそうなのかもしれませんね。これね,ねおじさんにあと,ってとまあ、そういう立場的、うん、年齢的なもの以外になんか、一般的にもなんか、うん、もう今二次会とか三次会もね。うん。 飲み屋さんとかやっぱりないから困ってるらしいですよね。なんかここ数年の,スタイルの変化でね,ね、うん。特に前もちょっと話、あの、大人数で行くとか、うん、本当に僕も減りましたね。やっぱりなんだか、ね、減りましたね。うん。唯一ね、忘年会を一応やらせてもらってるんですけど、はい、大,大阪の。その時は、はい、あの、関係者というか、カメラマンの方とか、はい、いろんなモデルさんとか、のあの、 着画のね。うん、着画とかの。ああ<ー>、ここあの、いつもね。いつも来てもらってる人とか。の新作のも<う>、ね、もモデルさん。もら、はい、あれも東京でももちろんやってくれてるんですけ大阪でもちょっとそ。はい。 撮ってるんですけど、はい、そういう方まあ全員じゃないですけどね、少し集めて20人いかないぐらいかな。えーうん、あの、年末、そう、12月の頭にやったりはします。もう本当それぐらいですもんね。んで二次会は、さすがに全員で入れるとこがなかなかないので、うもうバラバラで移動してみたことになったりして、きま、ね、あの、モデルさんっていろんな多岐にわたるじゃないですか。うんはい、はいはい。さんとかミスさんが選んでるんですか そうですね。あの、東京はね、全部宗さんがほとんど選んでますね。<ー>ほとんど。で、大阪は、あの、どうしようかと,うと私、とか、その、勤めてる皆さんの紹介とか、はい、あの、この人がいいんじゃないかとか、はい、いろんな方、僕のつながりというよりは、こう、うん、大阪のね、やっぱ人脈って変ですけど、ね、こうつながりがある方で、まあ、バンドマンの方とか、まあ、モデルやられてる方とか、いろんなれてますよね、いつもね。なんかそうそう、なんか、なるべく、そうなんですよね。まあ、例えば、x ツイッターとかで、ね、うん、写真が出てくると、 はい。<あ>そう、ね、この人がこんな感じで来てんだ、みたいなね。うん、そうなんですよね。一応なんかね、商品いっぱい見てほしいっていうのがあるんでね、たくさん撮ってやってるんです。昔はね、ほんとひどくて、あの、うん、皆さんがこう、普通の素人さんですと普通にうちの商品を買った方、はい、がこう来たりしてる画像とかを、うん、そのまま我々宣伝で使ったりしてた。<laughs> <laughs> でいおも、喜ぶかなとか思ってた今考えたらむちゃくちゃなことしてるなっていう。考えれば。うん。<laughs> ダメだぞって怒られたことも何回も実はあって。<laughs> そりゃそうですよね、今考えればね。まあそりゃそうですよね。うん、はい。だと、そんな大きい、んそう、ん大きく、うんうん、そう、大きなブランドじゃなかったので、そ,<う>そのファンが、ま、自分の画像使ってくれた嬉しいメルマガに乗ったとかって言ってくれるのがあったもんだから、うん、だったらちょっと使おうと思って。 勝手に使ってたアドマチック最後みたいな感じ。そうそうそう。無駄なんですよ。そうなんですよ。あれも許可取ってますからね。そうです。ちゃんとね、呼んで集めてやってますからね。あ、そうです。そうなんだ。ひどいことをしてましたけどね。あの、ここだけの話でまあでも今はもう、だって、そういうの。はうレントさんとか、本当ね、モデルさんとか。そうです。あの、胸さんのバーバレンタインに働いてる女の子とかに、胸さんが撮ったりとか、いろんな子が出てくてやる。面白いですね。そうなんですよ。なんかね、そんなことをやりつつ あ<ー>いや、飲みに行ってないですね。まあ、ねまあ、なんかうんかま。まあ、台湾では少しね、打ち上げで、はい、あの飲ましてるましたけど。あれも6人ぐらいですかそうですね。<も><人>久しぶりにあんな大人数で飲んだの いや、そう、そうですよね。うん。だからやっぱり、あんだけで飲むと話す方に、僕もお酒も久しぶりで酔っ払っちゃったのもありますけど、なんか、何食べたか覚えてないですよね。覚えてないです。本当そうなんです。そう、あれもったいないなっていつも思いますね。で、台湾であの、ね、打ち上げあって、その一週間後は許可局の10周年で。あ、そうだ、そうだ。だからスタッフさんと合わせて、もっと多かったのかなやっぱええ、行きました。そうすると楽しいじゃないですか。そうなんです。でも俺ね、何話したか覚えてないんですよね。 はかるが一週間ちょい前なのに。うん,うんうんうん。お疲れ様でしたぐらい覚えてんだけど。もちろんもちろんもちろん。みんなで夢中で喋ってるから。そうそうなんですよ。あれ何なんです、ね、何人話してるか覚えてないですよ、うん。ちょっとだから、あのやっぱり、ああいうのを毎日毎日やってたら、覚え、こうあれなんですけど、だから久しぶりすぎてっていうのもあるかもしれませんね。はい、そういう会が、会合自体がね。はいうん いや、なんか大人数の宴会、いいですね。はい。たまにはちょっと。そう、たまにはね、なんか、桜水産に集まりたいですね。やりたいです特にその、さ、じゃあ、何月何日何年があるか、集合とかになって、フラット。そうなんですよ。フラットね。今飲んでるからとか、明日、今日とかね、なんか、今空いてますみたいな、やってましたよね。なんか空いてんだよ。昔はね。 あの時はこう、本当ラ LINE とかもなかったのに、あったかなです多分。携帯メールです。メとかですかね。電話ですかね。うん。あれはあれで良かったかもしれない。ミクシーかもしれないですね。ミクシーかもしれない。赤い、赤いコメントがついて、今日、ね。あ、そう、新着メッセージが。新着メッセージ。なありますね。ありましたね。そう。で、ちょっとこれ、最後、脱線なんですけど、あの、ミクシーのメッセージって、 あの、全部、まあ、鹿島さんも、あの、アカウントがないと思うんですけども、はい、あの、調べたらね、あの、ま、あの、当時の、それこそ、許可局を始めた当時のメッセージも全部残ってましたね。もう消えてんのかなと思ったら、ちゃんと。アカウントがある人はですかそうです。送信履歴が残っていて。<ー>で、鹿島さんは、あの、アカウントがない人ですけどメッセージは残ってるんですよ。僕に。あ、怖僕うん。 あの、ガバイ、<laughs> まあ、ガバイ、ガバイばあちゃんとか。あ、そう、ああ、はいはいはい。や,ああいやってました、やってました。やってましたよね。あれ、結構だ、だから、達夫さんとかね、ま、まあ、北さんは携帯メールだったんですけど。残ってるんすかあ,あの時代、あの、要は、いつ始めたのかないつ企画書来たのかなとこのやつ思い立って調べたんですよ。十五、うん、年前2000、二千、うん 7年の1月、一番初め何日に集まったんだろうと思って。うん、残ってました、全部。あ<ー>、はあ、やっぱ後方。そうですね、うこうい、ね、そう、だからまあ、それも、そうなんです。ミクシーがまだ、残ってたからたまたまだと思うんですけどね。うん、そう。これが、例えばね、X が消えたとかだったら、もう消えちゃいますからね、本当に、ね。確かに。うん、だから、難しい。ちゃんとね、あの、ログが終えるように思ってますけど、意外と終えないんだな、と思いながら、行っうん。やっぱりじゃあ自分で、ね、 なんか、日記帳とか残してた方いいかもしれない。そう、そうです。だから本当こう、授業の話に繋がるんですけど、やっぱり、そ,うそうもし。<う> もしなくなったらっていうね、やっぱり。あれ言われて、はっとしましたよ。うん、宝物ですかなんかまあ、バックアップはね、取っていって、まあ、取れると思いますけど、現状は何をいじらなくていいと思うんですけど、やっぱ壊れたよね。まあ、いざとなったらそれまた。そうなんですよ。ご相談します。いや、この間見たら、下書き6000、6000キンに超えてましたけどね。あ、まじあ、まあそうでしょう。全部。原稿はブログで書いてるので、ブログの下書き機能を使ってるので、いや、本当に。に超えてましたよ。 宝物ですよ。うん、宝物ですよ。ほな、なんかで間違ってサーバー壊れちゃいましたってなったら。 全部消えますからね。怖いないや、そうなん。まあ、消えてもいいんだったらいいんですけど、まあ、できれば消えない方がいいですよね。今後のために、やっぱり。ム頼みですね、じゃあそうなんだから、呪ゲーム、呪、うん、ゲムが何もなければいいんですけど、なんか攻撃、サーバー攻撃されたりとかね、なんかなければいいんですけどね。呪ゲームをそのまま保存するとしたら、うん、ど、一つ一つ保存しとくってことですかあ、なんかね、一応データダウンロードみたいなのはあると思います。僕ちょっと呪ゲーム使ってないんで。多分、僕,うん、僕だから結構ここまで頼ってるので。はいはい。あのー、 年間いくらか払ってる。そう、もちろん、もちろん、そうなんですよ。だから、う。なんかできると思うんですよ。うん、バックアップはあると思うんですけど、ね、はい、最悪、あの、一個、なんか壊れたからっていきなり消えるってことなんですけど、はいま、万が一っていうのはありますからね。はい。そうなんです。最悪、10ゲーム3にちょっと電話してもいいかもしれません。あの、ちょっと。 ちょっと不安になってきたな。うん、いやいや、ごめんなさい。大丈夫です。大丈夫す。まあ、で、あの、備えもあってね。そうなんです。で、えっと、台湾なんですが、28日、昨日ですね。そうです、そうです。まあ、この時点ではもう3日、4日ぐらい経ってるんですけど、そうですね。だいたい、ハイハイ。ハイハイハ1週間だけじゃなく2週間コースもアーカイブありますんで。そうなんです。ぜひとも0 0円、400円プラスするぐらいだけですもんね。いや、本当にこれはね、見ていただきたいと私も。やっぱりね、 思ってます。何て言うんでしょうか。もう飛行機乗って、うん、僕なんか初めて、初めてだよね、台湾ね。そうですね。で、見たもの、聞いたもの、うんまあ、まさに見聞なんですけど、それをこう、なんか見ていただける価値はある内容になったかなと思ってます。うんうん、いや、本当に、その中では、あの、鹿島さんとかね、あの、畠山さんとかダースさんが話してることとか、はい、その民主主義とか。そうなんですよ。日本にこう逆に、 置き換えてね。はい、いろいろ、まあもちろんギャグというか笑いには笑いにっていうところもあるんですけど、はい、まあ実際やっぱりこう、見た方はかなり考えさせられたんじゃないかな。ですみたいな。ね、ただ入りとしては、僕は今でもそうなんですけど、んなんかみ、あの、小論法うめえみたいな感じで、はい、民主主義すげえ面白えっていう感覚で、うん、僕は整列だったので、そういう感じで楽しく見ていただければ、 いやそうです。でもやっぱりなんか、見終えた後はそれぞれね、なんか。そう、なんか持って帰れるものがね、うん、僕もやっぱり改めて見させてもらって、あすごいとこ、鹿島さんとか行ってたんだな、と思いながら。ねしかも、長丁場。うん。そういうチケット見ていただけるおかげで、僕とダースさんがね、普通にそういう、ある種、コンテンツを、そうです。提供できる。うん。ね、直接応援して支援していただいて、はい。ね、それが、そのままるいくんが、 ね見繕ってくれますから。そうなんですよ。面白いです、やっててね。いや、本当に。だから、本当繋がってますよね。その、まあ、もちろん、その、もちろん、ヒルマニアの方も含めてね。ただ、いろいろもっと広がって、ね、今見てる方も、まだ見てない方は、ぜひね、もう、そんな怖がらずに。ただただ面白い動画です。うそうですよ。本当に面白かったです。あの、知識とか、そんなに。うん。後で。もう全然。うん。そう、後で、なんか感じたものがあれば、うん。いや、本当にそれ思いました。 で、来月また2月行きますので、はい、あの、りんリンさん、<ー>リンさんにもし会えることがあったら、ちょっと、お礼の方と、あとなんか、<ニ>感想もいただければうん、感想いただければと。 いや、ほんに。恵まれてますよ、本当に。いや、よかったです。本当によかった。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、ますます、活躍のことを。あいます。来週よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。いや、いいです。まだ足らないぐらいです。これはこういうだばなしのいいところですね。あ、そうですね。いらない話をするっていうのはいいですね。ありがとうございました。